おはようございます。6月24日朝5時40分の相場解説になります。 FX っていうのはね、ある意味超反博打みたいなもんで、上がるのかな下がるのかなってことを事前に予測して、そこにまあお金を張るわけですよね。まあ単純に超反博打と言ってもいいと思います。でこれを超反博打にしないために学習トレーニングがあるわけなんですよね。私の理屈で言えば6対4になる。超反博打っていうのは五分五分です。ですんで場所代の分だけ負けていくんですよね。でも6対4の勝率したらどうでしょうか。4回負けるんだけど6回勝つみたいなことを繰り返すと、同じ金額をかけてる以上ね、6の勝利の方が勝るんで、間の2割で利益を積んでいけるわけなんですよ。でこの五分五分をどのように4対6に持っていくかっていうのが私の FX の手法なわけですよね。だから100戦して100勝を目指すものではありませんし、高い勝率を狙うものではありません。一発逆転を狙ったりすることもありません。あくまでも4回は負けていく、6回は勝っていく、これをずっと繰り返すことによって資金量をどん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 増やしていくということですよね。資金量が増えれば1回にベットできるロット数、要するに金額も大きくなるんで、どんどん効率を多く稼げるということになります。しかも手法はずっと一緒というね。ですんでやればやるほど上手になる。ただコツコツと千里の道も一歩目指す、そんなものになると思います。さあそれではね、今日の相場解説なんですけども、はじめにお話しておきますけども、111円回復、これが一つの私の予想です。それについて解説をしていきますので、まあ今日もデイリーから見ていきましょう。昨日はね急落しましたけどね。どうぞ。はい、デイリーなんですけども相変わらず同じです。こういうふうなチャンネルラインが引きますね。でこのチャンネルラインを引き始めたのが、私はこの辺りだったと思いますよね。この辺りが形成された時にチャンネルラインをここまで引いてるわけですよ。でしかもそのチャンネルラインが実現してるでしょ。ここから入ってきてギザ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 行くと、この辺まではもう実態がありましたけども、この実態をもとに未来予測をしたところそうなったということなんですよね。こういうふうになってますよね、おかげさまで。まあだからこのデイリーのチャンネルラインを侮らないことです。その前は私はヘッド&ショルダーになるんじゃないかなと思って見ていたわけですよ。懐かしいですよね。4時間見てみます。4時間はここで、大きく下がることになりましたけども、あ、ここか、ここですね。ここで決済しなくちゃってのがここですよね。そこから急回復を見せてきて、この上昇トレンドを回復してきたわけですね。ここもぶち破りましたしね。で、お伝えしたいのはこの移動平均線が、ここで出てくるのが移動平均線です。ぐーっと上に向かってるでしょ。横ばいに行ってもまた上に向かったでしょ、うん、で横ばいに行ったけどもまた上に向かってる。それを繰り返してるわけなんですよ。上昇トレンドの書き方っていうのはこんな感じで、上がってちょっと下がる、上がってちょっと下がる、トータルでかなり上がったなってことなんですよ。で今日も111円に達するというふうに絵が描けるわけですよね。で最後に1時間を見ていきます。こうズドーンとね利確をしたところ、昨日は私がライブ放送しました。ここからドーンと下がってきて利確をした後、そこをついたと思ったら、まあこれは寝てたんで私はねわからないですけども、ここから再エントリーする方法もあるよってことなんですよ。ただしその場合私が勧めてるのは、上級者かは根っこから入ればいいんですけども、中級者は、なんだやりにくいな、中級者は上昇したのを確認してバイでエントリーしてくださいね。初心者はここをぶち抜いたらそれを確認してエントリーしてくださいねっていうふうに申し上げてますよね。まあ、ですので今日初心者の方に申し上げるとしたら、ここを超えたらバイで入りましょうっていう形です。上級者の方はすでに昨夜のうちに入ってるでしょ、寝る前に。で中級者の方はそうですね、深夜2時とか3時ぐらいにこの辺りで入ってるんじゃないかなと思いますけども、おそらくこの朝の放送を見てらっしゃる方は、これを午前中見てらっしゃる方は、多分上級者でも中級者でもないのかなと思いますんで、わかりませんけどもね。ですんで、まだチャンスは残されてます。ここで倍に入ればいいということになりますよね。で、しかももうちょっとでしょ？ここを達するのに。チャンスですよ。今111円の962なんで、111円の005を上回ったら、かなり勢いがついてますんで、バイでエントリーすればいいんじゃないかなっていうことですね。それが今日の結論です。はい、では木曜日、金曜日と残されてますんで、あと2日間。まあ実質的にはエントリーできる日っていうのは、この2日間のうち1日しかないと思いますけどもね。今月もしっかりと
叩き出していきましょう。6月24日でございました。トレードできる日数も今月もあと残り少なくなってきましたね。